ウィルバート・ロビンソンはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボルトン出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。ニックネームはアンクル・ロビー。1885年にマイナーのニューイングランドリーグからアメリカガソシエーションのフィラデルフィア・アスレチックスに入団。主に保守と一塁手をしていた。アスレチックスでの打率は230から240程度で、かつ リーグ最多のパスボールを記録したことがあるなど最初は目立った活躍はできず1890年シーズン中にアスレチックスから放出される。同年1899年まで活動していたナショナルリーグのボルチモアオリオールズに移籍。当時のオリオールズはネット・ハンロン監督のもとで1894年からリーグを3連覇する強豪チームとなりロビンソン自身も この時期4度の3割を記録するなど、打撃面でも活躍し、チームに貢献した。1899年のオリオールズ解散の後、ジョン・マグローと共に1900年にカージナルス、1901年からはアメリカンリーグに創設されたボルチモア・オリオールズと転々とする。選手としては1902年までプレーしていた。1902年に現役を退いたロビンソンは、 1903年から1913年まで、かつてのチームメイトだった、ジョン・マグロを率いるニューヨーク・ジャイアンツの投資コーチを、務めた。投資を育てる手腕に優れていたとされるロビンソンは、ジャイアンツ在籍時に、後の電動入り投資となるジョー・マクイニティアル・ウブ、マーガードを体制させている。1914年からは、ブルックリンの監督を務め、 ここでもダジー・バンスやバーリー・グライムスといった後の電動入り投手を育て上げた。当時のロビンズは同じニューヨークに上昇のジャイアンツがあったこともあり、チーム成績は5割そこそこという年が多かったものの、ロビンソンは決して戦力に恵まれているとは言えなかった。当時のロビンズを1916年と1920年の2回リーグ制覇に導いている。 ロビンズの監督は1931年まで務め、監督引退後はアトランタでマイナーリーグ球団を経営していた。1934年にアトランタにて71歳で亡くなる。1945年にベテランズ委員会がアメリカ野球伝道入り監督に選出した。ありがとうございます。